ジュン君はジュン君でご苦労様でした。ジャン君がうちに来て7年経ちました。おめでとう。ということは年齢は8歳を超えてるってことになるね。まだお誕生日来てないから。おかしいね。あれ1歳と8ヶ月って言ってうちに来たんだよ。じゃあ7年じゃないの。あら6年10年の。あ、うちに来て8年だ。待って、ジャン君は2010年には生まれてるのね。あ、そう、うん、10年に生まれてる。じゃあ11年の暮れに来たのか。そうか、うん、で1年間違えました。6年です。11年の、12月13日にうちに来たので今年は17年の12月今日は13日です。11年の12月13日で17年の13日から年は7歳だけどうちに来て6年。はい、はい、数字に弱い頭の悪い夫婦は7年7年って何か言っちゃったかもしれませんが嘘です。ジャン君が我が家に来て6年が経ちました。スリスリをしています。は
と6周年。に、ポンちゃんがスリスリしていて、ジャン君が映りません。あ、ちょっと映った、あ、ちょっと映った。ジャン君はすぐ上げるとね、の言葉でなんか目をしている目をしていますよ。ずいぶんこんなりましたよ。じゃあ2枚あげます。どうぞ。
かな。食べたね、上品だね、美味しいね、ちゃんくんおめでとうって、うちの子になってくれてありがとうってね、ぽんちゃん、ぽんちゃん嬉しいよね、ちゃんくんと会えてね、仲良しさんだよね、美味しいね。あ、もういいの？もういいとなるとちゃんくんにあげることになっちゃうよ、うん、ちょっとお皿に入れて、ポンちゃんがお裾分けしてくれたよ、よかったね、ジャン君。11本半弱くらいかな、はい、ちょっと待ってね、ありがとう。